スエドーにはスエドーの目的があり、我々を利用しているのは確かだ。同時に私たちもスエドーを利用しています。兄さんを助け出すために。新世界の創造、それが彼の目的だったか。全ての世界から悲しみをなくす。あいつがしてきたことは何もかもそいつの実現のためだ。これからすることもな。そんなの本当に実現できちゃうわけ？彼の目的がどうあれ、私たちがやるべきことは変わらないさ。スエドーが新しい世界の創造を望むならば、私たちの目的は旧世界の崩壊を食い止めることだ。よろしい。では今なすべきをなすとしよう。